村尾圭介は日本の医師、弓道家。結核の専門医で学位は医学博士。浜松出身で東大で学んだ。学生時代は高野六郎と毎日顔を合わせていた。高野によると当時の村尾は大きなやんちゃ坊主ですでに弓道の極意に達していた。1909年のクリスマスの頃に大学を出た。はじめ故郷の浜松で勤めた。研究分野を 病理から外科へ、月科から結核へ変えた。研究の目的で1920年夏に上京し、開設されたばかりの公立結核療養所、東京市療養所に勤めた。病室の仕事と研究室の仕事を持った。エゴタにあった東京市療養所には、本郷から通った。1923年の関東大震災に遭い、東京市療養所の敷地に避難して、 そこの自動車小屋の二条時期の部屋に住み着いた。東京市療養所での生活は1926年まで続いた。その後、久保山の公立結核療養所、横浜市療養院に移り、院長を務めた。横浜では、YMCA や林保管関係の事業にも関わった。1930年頃横浜から東京に戻り、健康審査普及会の正規療の仕事を引き受けた。 このほか運営の苦しい民間の結核療養事業を援助、指導した。結核治療に関する著書が何冊かある。弓道家としては、本田流の名手であり、生弓会初期の師範として社実に大きな影響を与えた。医学的立場から弓道を研究して、業績を残した。著書、弓道は、名著と言われる。歌人としては、晩年に歌集を出版している。 交5人も受けたが、長男と次男を残して三男、長女、次女を早くに失った。民間結核療養事業である、ガーデンホーム、イコ園、シロ十字会などに関わった。いずれも、キリスト教徒が起こした事業である。1923年から、ガーデンホームの創設を手伝った。ガーデンホームは、女子専用結核療養所で、 英国製公開宣教師みんなタップソンが、エゴタの地に創設したものだった。敷地は低室で荒れ果てた三角形の二だった。区内時間帯の美しく暖かい部屋に住んでいたタップソンは、震災後バラック建材が届くのを待たずに、寒空の下、窓ガラスも明かりもない刈屋に移り住んだ。敷地には、バラック二棟が建てられ、ポプラの細い苗木が植えられたが、 当時はそれしかなかった。村尾は、ガーデンホーム創設の翌年4月から、東京市療養所勤務の傍ら公務の合間を縫って、そこへ診察しに行くようになった。患者の若い娘たちに親しまれ、また、自分の娘二人を先に失った、寂しさもあって、ガーデンホームへ行くのを楽しみにしていた。東京市診療所勤務を辞めた後もガーデンホームへの往診を続け、 往復の苦しみに何度も悩みながらが、その育成を助けた。ガーゲンホームは発達し、収容患者は常に満員になった。敷地は立派な池垣に囲まれ、シーや松やその他の雑器が生い茂っていた。当初のバラックは取り払われ、空き地は芝生や花壇になった。創設者のタップソンは1940年に病死し、玉霊園に葬られた。墓所の傍らには、 ガーデンホーム関係者が検証費を混流した。ガーデンホームのその後はわからない。2010年3月、東京都がタップソンの墓所の管理者を確認できないことを理由に1年以内に申し出のない限り墓所をさらちにし、無縁墓地として整理する旨を通達する看板を立てた。イコイエンを育て上げたいと考えていた。イコイエンは日本キリスト教会牧師。 和田周ゆ隆が理事長を兼ねていた。東京市療養所への入院希望者が1000人を超えた、ため、伊い園は常に満員であった。白十字会の仕事も手伝った。1935年には白十字会が、茨城県鹿島で開いた、恩師保養農園の初代園長に就任した。また1942年には同じく白十字会が、東京府東村山の八国山で開いた。 村山療養園の初代園長に就任した。村山療養園があった八国山は、映画となりのトトロでサツキとメイの母親が入院していた七国山のモデルと言われる。ABC、ホンダ流を支えた人々。2020年7月14日閲覧。村尾圭介、療養屋は1940年再販。扉、NDLJP、1048,640。 2ABCD 高野六郎、女、村尾圭介、両養屋は1940年再販、NDLJP、1 0 4 8 6 4 3ABCDEFGH 村尾圭介、思い出罰にかけて昭和7年昭和続け、両養屋は1932年初販、1940年再販359から367ページ。竹の子、村尾圭介、 療養屋は1940年再販11ページ、NDLJP1048640、13、村尾圭介、結核恐怖病、療養屋は1935年、3から10ページ、NDLJP1048640、10、村尾圭介、結核恐怖病、療養屋は1935年、5ページに、 横浜にいた頃、院長室の北西の窓からいながらに、して往来がよく見えたとの記述がある。日本結核病学会編、滑血の予防及び治療法に寄稿した滑血と人工気境術では、横浜療養所長の肩書きで寄稿している。AB、国立国会図書館、デジタルコレクションマイナス検索結果、d i s i l n d l g o j p 2020年7月14日閲覧。AB、みんな、タプソン。歴史が眠る玉霊園。2020年7月8日閲覧。AB 村尾圭介。結核事業当面の一問題。荒野を行く。療養と予防。1935年。163ページ。NDLJP。105万1595。86。和田修豊とは。コトバンク 2020年7月15日閲覧。内田和秀。横浜山手病院について49。緩和編。小木の銀行。聖マリアン内科大学雑誌45。 317から 319http コロンスラッシュスラッシュ i gakukai.maryanna-u.ac.jp スラッシュ idaishi スラッシュ www スラッシュ454スラッシュ 45-4-11kazuhide%20 打ちた pdf 遠隔社会福祉法人史路十字桁 2020年7月14日閲覧。ありがとうございます。